ラジオシティ築地、築地マンダラ。築地の街を練り歩いて街の魅力を再発見する築地まちまち探検隊。さて今回ご紹介するのは、聞き酒ならぬ聞き海苔ができるお店、鳩屋海苔店さんです。それでは早速行ってみましょう。おはようございます。築地まんだらまちまち探検隊の隊長南谷朝子です。では2010年秋の陣行ってきます。鳩屋海苔店さんの前にお伺いしています。宇賀井社長、今日はよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。ここのお店は聞き酒ならぬ聞き海苔をしているという噂を聞いたんですけど。おー、よくご存知ですね。よく知ってらっしゃいますね。どこで聞きました？はい、近所で、巷で、はい。で、この聞き海苔ってどういうことなんですか？いやね、海苔みんな大体 お味でしょ、一緒でしょっていう話になりますし、安ければそれでいいじゃないって話になっちゃう。だけどね、各浜それぞれ特徴があって、美味しい海苔は美味しいの。それをね、スーパーなんかじゃパカッてって試すことはできませんから、ね、ここでいろいろ食べてもらって、それで選んでもらおうと、そう思って食べてごらんって言ってるうちに、聞きだけならぬ聞き海苔になっちゃう。それでそれが巷で有名になったという。あ、そうだかもしれない。私にもちょっと聞き海苔をさせていただけますか？わかりました。では行きましょうか。はい、お味でおすすめなのはこれです。はい、ぜひ食べてみてください。はい、はい、どうぞ。まず、色がちょっと濃い、うん、黒くてね、濃いです。そうそう、テカテカってしてるでしょ。一噛みすると甘みが広がります。はい、うん、それで今パリって言いました、ね。ああ、パリって言いました。はい、で口溶けがいいんです。はい、なのでね、舌に溶けて残ります、うんうん。舌に溶けて残った草がずっと味を出し続ける。これはどこの海苔？これはですね、はい、有明市場一番奥、佐賀空港のすぐ脇、はい、川添町、広江というところで取れた初摘みの海苔でございます。初摘みって何ですか？12月の、はい、頭にですね、取れる最初に海苔がついた時の摘んだお海苔です。一番味が乗ってるところ。結構いろんな 各地にその海苔職人さんを訪ねて、ついこの間はね、走り水ってところに行ってきました。これは横須賀なんですけれども、ちょうど反対側、木更津が千葉のりで有名な、そのお向かいの、横須賀走り水ってところ。そうやって生産者の方ともお会いしながら、ね、来るお客様にお話しいたしますね。そんなにこう情報を集めるのはなんでですか？なんででしょうね。やっぱりお客さんはいろいろ知りたがってますからね、そうだったんだっていうと納得して買ってらっしゃるんでね、それはですよ、自分が選んだ海苔ですから、一番おいしいと思うの海苔を選んでってもらえるんでね、いろんなことを教えてあげようと思って。これからお正月に向けても、海苔はこう大活躍だと思うんですが、何かこうおすすめのこう食べ方とか、はい、そんなのがあったら教えてください。わかりました。まだ時期じゃありません。これから取れる海苔ですけれども、はい、12月の終わりにはですね、千葉の青混ぜっていうのが入ります。はい、これはね、醤油に合うんですよ。お餅なんか巻いたらね、他の海苔じゃ負けない、私はね、お餅つき大会っていうと普通は海苔は出ないんですよね。なんかお餅を巻くっていうと焼いたお餅に巻くようなイメージがあるんですけれども、いやいや、つきたての餅だってね、海苔を巻いていただくと美味しいんですよ。なので餅つき大会にはその海苔を持ってですね、お餅つきも手伝いながら最後にお海苔もみんなで海苔を食べる。海苔のいろんな食べ方っていうのをここに来ると教われるような気がする。ぜひ、私の知ってる限りのことはもう全部教えますんで。このお店、何かこうちょっと海苔以外のものも気になるものがあるんですが、手ぬぐいを、縁起物の手ぬぐいを扱っています。もともとはね、お中元の時期だとか、あとお盆のね、帰省の時にお持ち帰りいただくようなお土産にしと思って、海苔とセットにして持ってってもらおうと思って。いいですね。サイズもね、はい、薄さもね、似てるのよ。だからこれがちょうどいいだろうと思って、集めてみました。なんか包んで持っていくと、なんかこう、あったかさも一緒に伝わるような感じです。粋な感じも伝わりますよね。
ではここで宇貝社長に、はい、このお店の歴史なんか伺いたいな。築地のお店を出しましたのはうち の祖父でして、はい、でそれが、昭和10年くらいかな、その頃です。で、その後うちの父親がつきまして、で私は生まれてから社会人になってから20年ばっかし、はい、外に勤めに出てきたんですよね。なのでこのゴールデンウィーク明けに今年の春にですね、2010年そうですに、3代目襲名、まあ、そういった意味では築地デビューをしまして、まあ、それまでも少しは手伝ったんですけどもね、はい、全然、3代目を継ぐみたいな感じは全くしてなかったんですけども、誰がやるんだって話になったら、じゃあやるやるよって話になって、やることになりました。はい、じゃあ今年築地デビューされた宇貝社長の、ね、なんかこう築地への思いみたいなものをどうですよね、お聞かせいただいたらと思うんですが、まあ、元々の気象というかね、あれもそうですけれども、やっぱり元気で明るくね、したいんで、街そのものもね、活気があった方がいい、うちの店だけじゃこれはね、いけないですよ。全体が活気がないと、お客さんが築地に来てね、楽しかったねって言っておられるような、そんな築地になってほしいですよね。だから私は店の前では元気よくお客さんに挨拶をしながらね、おのりの話をしますけれども、他のお店も美味しいよ、他の店は楽しいよって、そんな風に説明してあげながら築地で楽しんでいってもらいたい、そんな風に思ってます。わかりました、ありがとうございました。ありがとうございます。朝子さん、ありがとうございました。聞き酒ならぬ聞きのりができるお店、鳩屋のり店さん。お店は築地東通りの中ほどにあります。車でお越しの際は築地川第一駐車場のご利用が便利です。晴海通りの築地6丁目交差点より曲がり、浪よけ稲荷神社前を右折150メートルほど行ったところの左側に駐車場入り口があります。なお、駐車場前の波よけ通りは一方通行ですのでご注意ください。お店についての最新情報は築地場外市場公式ホームページをご利用ください。店舗情報のほか、築地マップ、市場開催日のカレンダーなど築地情報満載のホームページです。食べ物に関するものなら何でも揃う築地、皆さん遊びに来てくださいね。ラジオシティ築地、築地マンダラ。お相手は井上明子でした。